まあ、判決を聞いてですね、また違憲状態判決かというような感じですね。しかもまた合理的期間のでその違憲判断を避けたっていう、まあありきたりの判決かなっていう、がっかりしたといえばがっかりした判決です。これが感想ですね。で、合理的期間で判断するっていうことはどういうことかということなんですけど、要するに国会が自発的にその是正するのを待つというだけのことです、ね、要するに裁判所は何もしないっていう判決だというのが今日特に感じたことであります。やっぱり違憲状態がこれだけ繰り状態判決がですね、これ何回も繰り返されるということが、平成23年とか25年で今日でしょ、違憲状態判決を繰り返してどうなるんだろう、どういう方法で直そうと裁判所は考えてるんですかね。私にしてみれば昭和50年からですから40年間この訴訟をやって、裁判所が無効判決、選挙無効判決を出したことがありますか。裁判所は 何の役割だと思ってるんでしょうかね。要するに結果的には長い目で見れば国会の怠慢を是認してるだけだと。これはかつて、最高裁判事をされた福田裁判官、元裁判官が新聞に書いておられますよね。裁判所は国会の承認期間、追認期間に出したのかっていう論文があると思います。まさにこの今日3回目の違憲状態判決を聞いて、全く私は裁判所に対する期待をが薄れたというか、まあそれでもまだやるんですけども、これで諦めるような気は全くありませんけど、ちょっと今日の裁判判決に対してはがっかりしたというのが感想でございます。選挙区をどうしろとか、国会のその議員数を何倍にしろ、そういうことは一切求めてなくて、我々の求めてるのは議員定数を人口に比例して配分しろ、これだけなんですね。これがそのなんでその具体的で国会を拘束するのか、私にはさっぱり意味が分かんない。これは私の今申し上げてる議員定数を人口に比例して配分しろということは、憲法、民主主義の憲法が要求している、ただそれだけのこと。裁判所は憲法を解釈する権限を持ってて、最高裁判所は憲法解釈の終審裁判所というふうに憲法に書いてある。憲法解釈を最終的に確定するのは最高裁判所といって憲法に書いてある。その最高裁判所がたった議員定数は人口に比例して配分しろと、こう言えばいいだけのことで、それ以上の選挙区をどうするとか、議員数を 何名にするとか、小選挙区と比例選代表選挙に分けろとか、そういうこと一切言うことはないわけ。ただただ人口に比例して配分してないからこの選挙は無効である、ただこれだけ言えばいい。なんで最高裁判所がそれが言えないのかっていうのが私の疑問です。それからまあいくらこれ今回だけじゃなくて言い続けてるのにダメなのどうするかという話なんですけど、結局最高裁判所は選挙無効の判決は出せないわけなんですね。出したくないというよりも出せないと、選挙無効にすると世の中が混乱するという、それだけが頭にあるわけですよ。それなら我々が今参議院でも来年の参議院選挙についてやってる事前の差し止めを認めろっていうんですよ。事前の差し止めを認めれば何の混乱もないじゃないですか。今我々は提起してまして、まだ半年以上あるわけです。我々1年前に起こしましたから、まあ12月、18日、そうですか、12月に地裁の判決は予定されてますけど、まあ最高裁に行くといつまでかかるか分かりませんけど、いずれにしろ我々は選挙の1年前から差し止めの訴訟を起こしてて、期間を十分取ってですね、仮に裁判所がこの配分規定はおかしいので是正して選挙に臨めといえば十分時間があるような形で差し止め訴訟を起こしているわけで、まあその裁判所にしてみればこれは
法律の認めない訴訟だとか言って却下してますけど、それでなかった、どちらかを認めるべきだと思うんですね。選挙後の選挙無効判決を思い切って認めるか、あるいはそれができないと言うなら、事前の差し止め訴訟を認めて是正を国会に迫る、こういうふうに思います。首だと言って